ケツァールは、鳥類、キヌバネドリカの一種である。学名ファローマシュリスマシの、飾りキヌバネドリの和名もある。鮮やかな色彩を持つ美しい鳥として知られている。ケツァールは、アステカの主要言語だった、ナワトルゴ由来で、大きく輝いたオハ、または、ケツァールのおのうふくわという意味である。五根のケッツは、立つという意味で、羽を立てた状態を意味する。 ケツァールは本来は、この種を意味し、日本語などでは主にその意味で使う。しかし、スペイン語や英語では主にケツァール属ファローマシュリスの総称で、さらに、アメリカ長学会は、ユプティロティス属をケツァールに含めている。そのため、この種の英語名はケツァールではなくリスプレンドンと、ケツァールである。種商名マシノは、被災者。 パブロデラ・ラジャーベの恩師、ホセモシーニョの生のラテン語家である。メキシコ南部からパナマにかけての山岳地帯の森林に生息している。体長は35センチメートル程度だが、オスは長い飾り輪を持ち、これを含めると全長は90から120センチメートルにもなる。頭から背にかけて光沢のある小緑色をしており、腹部が鮮やかな赤色である。古代アステカでは、 ケツァールは、濃更新、ケツァルコアトルの使いであり、ケツァールの羽毛を身につけることは最高位の聖職者と王だけに許された特権であった。ケツァールは、グアテマラの国長で、通貨単位名でもある。ただし、日本では、通貨としては、ケツァルということが多い。静岡朝日テレビのマスコットキャラクターとして、ケツァールをモチーフにしたキャラクター、アーサーが、 1993年10月1日から2005年3月末まで使われていた。また、法王の一種とも言われる乱の外観について、ケツァールに合致するとの指摘もある。北海道テレビ放送の番組、水曜どうでしょうには、ケツァールを撮影するために、コスタリカで苦闘する企画がある。アメリカンヘリテッチ・ディクショナリー、ハット・メディアム、ウェブスター・コリージェット・ディクショナリー、笹間義彦。 図説、日本未確認生物辞典柏書房、1994年、163ページ、ISBN 978から4から760112999。ありがとうございます。